このマジックではこのシールドミラーグラスというのを使います。これはですね、ミラーグラスなので間にですねこう鏡が入ってます。でこうやるとですね、鏡は見えないで普通のコップのように見えるわけですね。そしてシールドっていうのはこの2つの部屋から水が漏れないと、隣の部屋に水が漏れてしまわないというグラスです。あと凝固剤、スラッシュパウダーと言いますが、凝固剤を使います。あとは、ジュースと、こういうハンカチですね、赤いハンカチ使います。で、最初にこのハンカチはですね、この2つの部屋のどちらかに入れておきます。そしてこれ、ミラーの上には出ないようにしてですね、こういうふうにやっておきます。裏はこうなってますからね、中にミラーがありますので見えません。ここでですね、こっち側にこのシルクの入ってない方にはですね、このスラッシュホルダー、凝固剤を入れます。まあ、凝固剤はですね、小さじ1杯ぐらいの凝固剤を入れるといいと思います。凝固剤を入れます。そうしましたらですね、まあ最初にこうお客さんに、ここまでは準備なんですけどね、ここからが本番で、このようにですね、凝固剤が見えないようにします。手で、あるいはですね、こうちょっとテープを貼って、そこの方にですね少しテープを貼って粉が見えないようにしてもいいと思います。そうしましたらですね、このジュースを凝固剤のある方に注ぎます。ここに空のコップがありますよと、まあここを隠してですね、ここに空のコップがありますよと示して、そしてこの凝固剤のある方にこのジュースを注ぎます。注ぎました。そうしますとですね、もうじきに固まりますので、固まりましたらですね、これをこうひっくり返します。もう固まってますから、この、ジュースがこぼれることはありません。お客さんはここで一回、びっくりするわけですね。ジュースを逆さまにしたのにこぼれないということで。それからですね、このおもむろにこのハンカチを引っ張って、ハンカチを引っ張って出すわけです。そうすると、お客さんはジュース、赤いジュースが赤いハンカチに変わったと、こういうふうに見えるわけです。ぜひ、試してみてください。